はい、どうもひげちゃんでございます。今日は11月のもう16火曜日でございます。まあ、朝から東京に向かっております。まあ、ここ今まだ阪神高速でございますよ。阪神高速ですけど、今日ねこれまあ工事をやっておりますね。16から今日からかな、16から26まで、まあ、約10日間あれが止まりますね。環状線北行き港町から梅田の間止まります。というわけでこれね、16から26日ちょうど今日からですね。いやーこれは大変ですよこれは大変ですよ、ほんま。まあ、この辺もね多分迂回してくる車とかでね、昼間はもう大混雑なんでしょうね。まあ、今朝5時半なんで朝5時半なんでこんな感じでね、のんびりのんきに折れますけど、もう昼間通るとなるとね、これはもうだいぶ余裕持っとかんと大変なことになりそう。なるべく通りたくないですけどね。地場の方とか大変ですよね、本当。ここはもうとっととここを離れたい。あ、完全に止めてリニューアル工事してますわ。ちなみに同じくね、あと10日間ぐらい刑事バイパスも夜間通行止めになるらしいからね。いや、ETC のお知らせもバンバンなりまくってますよ、ほんまに。いや、刑事バイパスちょっと助かったわ、ほんま。迂回せなあかんかなと思ったんですけど、今5時半で、多分ね刑事バイパス入る頃には6時、20時から6時かやから、多分ちょうど解除される時間やと思う。ラッキーです、おそらくラッキーですたまにこれ伸びたりするの聞いたことあるけどねたまにちょっと予定時刻過ぎてから解除になる時ってある。まあまあ多分大丈夫だと思いますけどね。まあ年末に向けてね、工事バンバンですからね、皆さんお気をつけくださいということでございます。はい、というわけでこれ刑事バイパス止まってますよね。大丈夫かなあと20分、まああと20分やから行けると思うんですけど、そのまま行くんですけどなんかもうちょっと不安やわ。今ですね、京田辺松井のパーキングで一瞬10分だけ時間調整しました。念には念を入れてです今これでね6時8分かな念には念を入れて、これ到着する時には6時10何分かな、6時10何分になると思います。はいはい、これね見事解除されております。あれは夜間通行止めのお知らせね。はいはい、というわけで無事、久美山ジャンクションからの通行止めが解除されております。まあ、ここがね止まってたんでしょう。でこう左側はね、名神の大山崎を経由して名神に回るところなんですけど、まあ多分ここはずっと渋滞してるって出てましたね、さっきの情報へと。で今ね14分ですわ、6時ね。多分ね10分休憩せんかったら、まあ6時3分とかぐらいにここ着いたと思うんですけど、まあ変にねギリギリ狙っていくと、それこそね東京料金所のね深夜割の話じゃないですけど、もうやっぱこことかね多分解除されるから言うてまったりする車絶対おったと思いますよ、これ見てないけどね。そういう車絶対出てくるから、まあ、それこそね手前で止まらなあかんかったり、なんかそういうことに、ね、なったりするし、多分そんな6時前後はね多分そういう車でごちゃごちゃしてるから余計危ないしね。まあそうやって考えたらね、これ10分休憩するでしょ、10分休憩して、まあ僕やって長距離やから430と思うんでね、430の時に10分取ってるんで次20分でねいいんですよ。時間的にも別に変わらないしね。だからこうやってねギリギリ、あんまりギリギリ狙うとね、やっぱ本当この辺すごい多分ごちゃごちゃしとったと思うんで、まあうまいことねこういう430とか使っていけばね、使い方によっちゃね、うまいこと使ったらこうやってね時間も変わらずにね、今の多分渋滞とかもかわせれるんでね。430はねちなみにだから10分以上取らないとカウントされないので、10分を10分1回と20分1回とかね、あと15分と15分とか10分を3回とかね、そういう風に刻
隅に置いといたらスムーズな運行ができると思いますよ。いいこと言ったでしょ。今ヒゲちゃんがいいこと言ったなと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願い。いやーそうですか。今度はね伊勢湾岸あれやね、週末から工事しとったね。工事して夜間通行止めとかなっとったよね。あー集中工事しとんなまたやっぱな、伊勢湾岸集中工事中のためかな。どうしよう、11キロ25分、ちょっとやべえなこれ、伸びるな。ちょっと迂回考えなあかんかな。かといって他の道もな、他の道行くのちょっと怖いな。都市高速通る方が怖いね。結局ね伊勢湾岸を走ってきましたね。今ちょうど東海ジャンクションのとこですわ。ここね、まあ朝はねほんまこっち左側めっちゃ出口並ぶからね、これほんまよう知っといた方がいいですけど、あの左走らん方がいいんですよ。普通はね左を走るもんなんですけど、これ時間帯によっちゃね左走っとったらほんとはみ出るからね、トラックとかね。うん、僕らほんでトラックでしょ。この状態でさっきのとこね、あの知らずに入っていったら当たってしまう時あるからね。まともにって当たっちゃうからね、本当に。本当知ってないと安全に運転できへんとこもやっぱありますよ、時間帯によっちゃ。今日はねちょっとね、もう止まるとことかも、決めながらの運行なんで、もう430もワンストップで行くんでね、できたらいつもと遠州森町まで行きたいんですけどね。手前の浜松になるかもしれないね今日は。ほらここもそうですわ、大部の出口もそう。もうね出口並ぶのよ、これはもうだからある程度どうしようもないからね。出口に並ぶのはねもうどうしようもないから、まあほんでこれをこうぐーっとね、お行儀の悪い方もいらっしゃいますよ。渋滞が始まったでございます。一応ね35分ぐらいって書いてあるね、通過に。まあしゃあないな、ほんまどうしようもないもんね。これは30分で済みますかね。わかんないね、これ30分で済むかこれ。35分って書いてある、35分で通り過ぎれるかなこのスピード。まあだらだら動いてますね。やっぱり3車線を2車線に絞ってる感じですね。じゃなかったらさすがにこのスピードでいかんもんね。いやでもこっからまだ25分って書いてあるんですけど。10分、今の10分。これは浜松も行かれへんかもしれんな。お、いい感じですわ。いい感じですわ、ここは。へい、無事に通過してまいりました。トヨタジャンクションまで来ましたね。なんとかね、浜松ぐらいまでは行けそうな感じがします。あそこから早かったね。これでなんとか運行通り戻せそうな感じです。当日おろしはね、ちょっと正直こういうちょっとした、ね、渋滞の段取り狂うのでね、だいぶ変わっちゃうんですよね。430が1回増えたりしますからね。浜松パーキングまでは来れましたね。まあここまで来てりゃ OK ですよ。はい、お疲れさんでございます。浜松まで、来ましたでございますわ。あ、そうか、ここで430撮ってるんですけど、先も言ったように20分で出ます今日は。ちょっと朝ごはん、とんかつバーガーとチーズバーガー、バーガー2つ。思いつきでまとめてみた。
お疲れさんでございます、卸を完了してまいりましたよ。いや、いいですね、夕方でございますよ、また明日はまた宇都宮やけど、またちゃうとこなんですけどちゃうとこやけど宇都宮の方からですね。最近ね、栃木とかあの北関東から帰ること多いんですけど、で宇都宮もよく行くね今日は早いからね、また近くぐらいまで行っとこうかな。あっちの方まで行って下でなんか食べようかなという風に考えております。はい、どうもどうも。宇都宮と、聞いておりましたが、変わってました変わったみたいです。群馬やと思うんですけど、富岡市の方って言ってたから、とりあえずね、あっちの方までね、関越道を通ってそっち方面にとりあえず向かいます。また詳細はそのうち入ってくると思うんであんまね、そっちの方で泊まったことないんで、パーキングで泊まるか、下でなんか良さそうなとこあったら行くかみたいな感じです。はい、関越道の寄居パーキングまで来ましたよ。ここでご飯だけ食べていきましょうご飯だけ食べて、寝るのはこれこっちいや、もう ETC 入り口とかなってるからこっち来てもたやんもっと向こう止めれたやん。これはもうこっち、この辺止めようかあ、19時までか、早く食べなあかんな。はい、というわけで初寄居パーキングでございます。ここへ来た時にはこちらと味噌豚丼でございます。これね、前からねちょっと一回食べたかったんですよ。お肉がぎっしり敷き詰められてるでしょ、ほら見てくださいよ。まあそんなね、こう厚切りとかじゃないんですけど、このね味噌豚ちゃんがね、これうまいんですよ。さすがおっさんの目に狂いはありませんでした。こんなん肉巻きご飯にしたら美味しいに決まってるでしょ。香ばしくなった味噌だれが非常に豚ちゃんとよく合っております。でください、これ何層にも重なったこの豚ちゃんを、誰が共食いやねん、誰がお相撲さんになりたいんですかやねん。お相撲さんになってもいいんです、美味しいんです。でもママには嫌われたくないんで、お相撲さんみたいにはなりたくないんです。でも炭水化物が美味しいんです。こちらのうどんはですね、かけうどん1人前ついております。今回のやつはね、ミニうどんとかじゃないんですよ。いやー、ほんとね、味もこのね、肉の量配分もね、もう最高でございますよ。こう肉節約して食べんでええのが最高じゃないですか。やっぱね、私の目に狂いはなかった。味噌豚丼最高でした。ごちそうさんでした。はいはい今ね、寄居を出たんですけど、さっきね、上里行くって言ったでしょ。また変わったまた変わったのよ。もう、まあ、今度はね、栃木県さくら市ですもうちょっと今回堪忍してまして、もうここまで移動してきたのに、さくら市ナビ入れたらまた今度2時間やで。で、宇都宮の近くやね、もう勘弁してほしいよね、ほんとね。これはここまででも2時間ちょっとぐらいかかると思う。まあ、いるわ。1時間やっぱ40分50分ぐらい変わるんちゃう、でかいよ。1日24時間ですよあ、失礼、ちょいと口を聞いていただきましまあええわ美味しい豚丼食べれたからええわ。というわけで、その桜市方面に向かって、ちょうど手前ぐらいのなんちゃらサービスエリアで泊まっておきます行ってからのお楽しみです。はい、ここはね、サムラ河内じゃなくて上河内じゃなくて、上川内っていうサービスエリアだそうです。あー疲れたあー疲れた。とりあえず、ここで泊まりましょう。ここはサービスエリアみたいですね。
全国のヒゲちゃんファンの皆様お待たせいたしました。天才ブラッキー様の登場でございますわよ。チャンネル登録しないとお仕置きだビー。